にちは、旬ダイアリーメンバーのしずです。今回は私たち3人とも今新卒1年目なんですけれども、社会人の1、2年目が終わるっていうタイミングで、大学時代にやっておいてよかったことっていうことをテーマに話していきたいと思います。最後まで見てくださった方に、いけちゃんが就活時代に使っていたガクチカの作り方とか志望動機の作り方についてまとめた資料をプレゼントするので、よかったら最後まで見てください。あれマジすごいよね。絶対見てください。マジですごいんで一旦最後まで見てください。お願いします。それでは自己紹介お願いします。こんにちは、ダイアリー1号目社員のバラマツです。よろしくお願いします。お願いします。二人卒で三号目社員の池田智也です。お願いします。お願いします。それではまず大学生活にやってよかったと思うことから話を聞いていきたいと思います。私がやってよかったことは、肩書きがないからこそできることをやってよかったなと思います、うんうん、と言いますと、ただの大学生で例えば企業とか名前にこうがあるところに所属してるわけじゃないので自由に生きられたんですよ、うんうん、で具体的に何をしたかというと、秋葉原とか渋谷とか上野とか新橋とかで外国人とかサラリーマンに声をかけて、外国人に対しては漢字の名前を勝手にプレゼントしたり。え、例えばどういう感じなんですか？例えば、うん、ニックさんだったら肉とか、ブランドブランドだったら、まあ、豚に卵に丼ぶりの丼でブランド、確かにみたいな感じで声をかけて漢字の名前プレゼントしてたんですけど、はい、そんな、 なんか路上での活動とかって多分一回企業に所属したらただの松原さんじゃなくてどこどこ企業の松原さんになるから、ダイアリーのバラマツさんになっちゃうんですね。そうだから私が何か路上で過ちを犯した時に私だけの責任じゃなくなるっていう観点では、大学生のうちにそういう自分がやりたいと思ったことをポッと外に出てできちゃった、ああいう経験は本当大学生活やってる。確かに。しゅんさんの DMM の会長のところに突撃するのって、うん、学生じゃなかったら本当にヤバいですもんね。確かに、うん、学生起業家だからこそできることだなって私も視聴者として見てました。じゃあ次、いけちゃんお願いします。逆に僕は長期インターン、どっかの企業に属してインターンするのはすごいいいかなと思います。なんでいいかっていうと、うん、逆に肩書きがあることで違う会社の偉い人とかと会えたりっていうのがあるのと、うんうん、あと一回働いたことがあると、まあ、向いてることに向かないことがわかるので就活でのミスマッチがなくなるかなっていうのは思いますね。確かに。ダイアリーは、はい、そのやっぱインターンして、はい、見えてたからこそ一社目として選んでよかったなと思う。でそうですね。でもインターンを始めたのは就活終わってからなんですよね、うんうん、大手の内定試験を参加しつつこっちのインターンをして、うん、でやっぱこっちの方がいいなっていうのは、うんうん、入った後も変わってないので、うんうん、そこはすごいやっぱやっててよかったなっていうふうには思いますね、うんうん、2人ともインターン経験してるから聞きたいんだけど、はい、じゃあ例えば自分やりたいこととか好きなことを差し置いてでも長期インターンは絶対やった方がいいと思いますか？私はインターンっていうよりは働くっていうのがすごい大事だなと思ってて、長期インターンじゃなくてもアルバイトでもいいと思うんですけど、同じアルバイトを4年間するよりも割と向いてないなと思ったらすぐ辞めちゃってもいいと思うんで、いろんな働き方とかいろんな業種を経験するのがすごく大事かなと思います。池ちゃんはどうですか？どう思いますか？一番やるべきだなと思いますね。へー、まあ、なんかもちろん好きなこととかを、うん、まあ、趣味でやるのは全然やり続けた方がいいと思いますけど、うん、就活しないにせよビジネスとしてやる分にはそれで働いてみる視点とかって絶対必要だなっていうふうには思うので、うん、働いてみた中でもなんか好きなことって両立できるかもしれないですしっていうのをやってみたらすごい僕は良かったかなっていうふうに思いますね、うんうん、今見てる視聴者さんが分かったよ、長期インターンやりますよと思った時にどう探したらいいとかありますか？探し方としてはまあなんかポータルサイトみたいな結構まとまってるやつあるじゃないですかとか見てたんですけど、一番最初に長期インターンに入った会社の出会い方としてはそこの代表のツイッターを見つけて、で代表に直接 DM で入りたいんで入れてくださいって送って、で面接してそのまま入ったみたいな感じでしたね。なので結構学歴ないとかこれまで経験ないみたいな人って普通に応募すると受かんないんじゃないかみたいな感じで応募する勇気が出ない人って結構いると思うんですけど、結構熱量あったら学生っていうだけでなんか相手してもらえることあるんで、このどういかに相手に熱量を伝えてるかっていうところで直接メッセージ送るっていうのをやりました。あ、じゃあそっか、割となんか長期インターンの専用サイトとか飛ぶというよりかは、うん、自分の好きとか関わってる人を経由で、うん、応募するっていう。確かに。学生生活だと同じ大学生しか会わなかったりするけど、うん、大人と会うっていうのめちゃくちゃ大事かなって気は
してて、僕地方創生とかで対馬とか行ってたりとか、あとはまあ留学で知り合った大人の人とかいたりして、まあ、その地方創生とか本当にもろに市役所の人とか大人とやり取りするから、結構まあ本質的は分かんないけど、リスペクトしてうまく場を調整するとか、っていうのはすごい勉強になったので、そういうのはなんかすごい面接でもなんか割とあそういう経験あるんだって言われたことはなんか結構評価された気もする、さっきのバラバツさんの肩書きがないからこそっていう話あったじゃないですか、っていうその肩書きがない大学生だからこそ大人の人がすごい相手してくれるなっていうのがあって、社会人になってからだったら相手してもらえないような人に、何者でもない大学生だからこそ頑張ってるっていうだけで大人の人が結構やってくれたりするので、あった方がいいと思います。あとめっちゃ叱られる経験は、なんか学生時代にやっといてよかったなって思ってますね。学生叱られます？めっちゃ、私だけなのかな、え、聞きたい、その叱られた経験。私、教育学部だったので、小学校と中学校の実習に行ったんですけど、あまりにも失礼な発言と行動が多すぎて、あの先生から結構呼び出しされて、お叱り受けたりとか、なんでそれは、その企業の一員としての対応をすると、まあ、NG だけど、まだ学生だからいっぱい失敗しなねっていう目線で叱ってもらえるから、だからそれは若ければ若いほどいいのかなっていうので、学生時代いっぱい叱ってもらえたのがすごい良かったかなって。じゃあ次は、学生時代にやっておけばよかったなって後悔してることがあったら聞きたいなって思うんですけど。恋愛とか。おー、そうなの？わかんないですけど、早めに、はい、その人生のパートナーとなる可能性がある人と出会えてたらよかったな、もっといいのかなって気がしますけどね。私一つマジでやっておけばよかったなって思うのは、起業しとけばよかったなってめっちゃ思ってて、社会人って背負うものというか、やっぱ自分の生活とか家賃払わなきゃいけないとか結構あるんで、割とこう起業するぞってなんて難しいじゃないですか、まあやろうと思えば多分できると思うんですけど、学生の時ってマジで何のリスクもない、こんなになんか守られてる状態ってないなって思うんで、まあ、失敗してもいいっていう前提で起業したらよかったなって思います。リスクがあることを率先的にやっておけばよかったっていうことか、はい、起業しとけばって思いません？いや、思いますね。いや、思うよね、今となっては。失敗しても学生に戻れるし、しかもなんかそれこそ学生だからなんかいろいろ応援してもらえるし、あるなっていうのはあるし、起業するって本当にそれこそ営業もマーケットもいろんな視点があってやってることだと思うので、なんかそういう経験して仕事入るだけでも、あの人より全然活躍できる気がする。っていうのは、で、しゅんさん見て思いますね。いや、間違いない。確かにな。バラマツさん、何かありますか？やっといたらよかったことだよね。はい、でも本当に自分の人生に一切の悔いなしなんですよね。本当にかっこいい。いや過去ね、何やってたらよかったかなとかあんま考えないですね。全部どんな経験もつながってると思ってるから、本当悔いなし。悔いなし。取れ高もなし。ごめんなさい。めっちゃそれぞれ個別具体でこれやっとけばよかったみたいなのはあるけど、自分が本当やりたかったけど今迷ってやれてないこととかは全部やっといた方がいいなっていうことですよね、結局。間違いない。ということで、今日はいろいろやっておいてよかったことと、やっとけばよかったなっていうことについて話聞いてきたんですけれども、今大学生の皆さんにメッセージをお願いします。今回はそのやっておけばよかったっていうテーマでもお話ししたんですけど、社会人になったらすごく制約があるから、学生時代にこういうのやっておかないといけないのかなっていう考え方はぜひしないでほしいなって思ってます。私は社会人1年間やってきて、もう今年の1年が人生最高だったと思えるくらい社会人生活がめちゃくちゃ楽しかったんですよね。自分のためにいろいろ旅行行ったりっていうのはあるんですけど、ここまで仲間のためにとか社会のために頑張るってやったことがなかったので、こんなに楽しいんだっていうのをすごく気づきました。なので、なんか社会人を楽しみにしつつ大学生活を楽しむっていうマインド、どっちも楽しいことあるよっていうのを思っていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで、結局は自分がやりたいことをどんどん突き詰めるのが多分一番いいかなって気はしてます。今日の話を参考に全部やる必要はないと思うので、自分が本当にいいなと思ったことだけをしっかりやりきって自信持って社会人になるっていうのが一番いいと思いますので、応援してます。頑張ってください。大学時代にやっておけばよかったなって思うこと何とかこう出てきたんですけど、まあ、今考えるとなんかその思い立った瞬間にいつからでもできるなっていうふうに思うので、その大学生活とか社会人とかっていう風な作りではなく、やりたいって思ったタイミングでやるっていうのが、まあ、ベストなのかなっていう気がします。
なので大学生活悔いないように今の自分の中自分が考えるやりたいことっていうのをやっていただけたらいいのかなと思います。頑張ってください。いけちゃんからのプレゼントについては概要欄にリンクを貼っているのでそちらからもらっていただければと思います。せーの、じゃーん。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。